ってどうしようもない女なの。オーディションを受けたい人への条件を言います。コンビを組んでこの男と女の会話を覚えてください。頑張れよ二人とも。長谷川となんかあったでしょ。少しは意識したことある。だって人間だもの。俺もうやめた。一回お前を女として意識したらもうできねえ。シェイクスピアの芝居のように仰々しく語るけど超ダサい。お前俺の代わりにやれよ。俺さまだ好きだよ。何してたの。頑張れよ。おっす。俺さ、ピンクやってんの。ピンク映画好きなの、あんたが。俺だって好きだよ。諦めなかったんだ。うん、行動する。そう、行動する。俺たちの未来に乾杯。もしかしたら成功するかも。もしかして、もしかしてヒューヒューだろう。